カンボジアでは170万人が拷問や虐殺などによって命を奪われましたが、4人の被告は全員無罪を主張するとみられています。カンボジアの国民が30年以上待っていた公判がやっと始まりました。4人の被告はポルポト政権のナンバー2であるヌオンチア元議長、キューサンファン元国家幹部会議長、イエンサリ元外相、そしてチエンチリト元社会問題相です。4人の被告は1975年から79年のポルポト政権下の人道に対する罪、大量虐殺罪、拷問や宗教迫害の罪で起訴されています。初公判で4人の被告は反省の色を全く見せませんでした。ヌオンチア被告です。私は裁判の進め方に不満です。84歳のヌオンチア被告は体調を理由にこの後退席を許され、弁護側は捜査に透明性がなく政府の介入もあったとして裁判の無効を求めています。イエンサリ被告の弁護士も依頼人は以前すでに同じ罪で裁判にかけられ死刑判決を受け、その後国王に恩赦を受けたことを理由に訴えの却下を求めています。証人の選定などについての今回の公判は数日間の予定です。75年にカンボジアの実権を握り、98年に死亡したポルポト元首相は共産主義の理想郷を作ろうとしていました。今回の公判は国際社会も関わっている特別法廷で、正義の裁きが実現するかでも試練となります。これまで特別法廷では去年、当時の政治犯収容所の所長に対して禁錮刑が言い渡されているだけです。北朝鮮の